私に何か用なのかなあいけないジニアに言われてるの知らない人と話しちゃいけない信じちゃいけないってでもあなたはなんだか他の人達とは違うねえジニアにひどいことしないいじめたりしないそれに私のこと変だって思わないの 角生えてるし肌も鱗だらけだしあなたたちとは全然違うのに化け物っていう人もいるのにあ <laughs> そうなんだなんだか私たちと同じ匂いがするって思ったのもしかしてあなたも兄弟なのかなでもうん もうやっぱり怖いだって初めはみんな優しかったのに嘘ついてたのジュニアに私たちにいっぱいひどいことしたもんけどあなたならジュニアも許してくれるかも一緒に戦ってくれるかもしれないだってあなたは強いんでしょそれにねジュニアとおんなじ強くて優しい目をしてるのだからね 信じてみるることにするあのね私の名前スクルトっていうのジュニアのこと私たちのこと守ってくれたら嬉しいなよろしくね